はい、皆さん、こちらシッセースというわけで、FF102 周目、2周目でやることは2つ。コンプリート率 100%、そして、プラチナトロフィー。でね、コンプリート率 100% は、1周目から 100% が取れるという、攻略チャートに沿ってやっていこうというふうに思います。そして、プラチナトロフィー。これはね、現状を確認すると、28%。低いなぁ。一応ね、FF10 の方はプラチナ取ってるんですよ。なので、10-2 の方もね、プラチナ取っていきたいなというふうに思っております。残っているのは、メイチェン。メイチェンあるんだよね。そう、今回は、ストーリーも楽しんでいかなければいけない。一周目はね、結構逃してしまっているイベント、ストーリーがあるんですよ。なので、2周目はこういうところをしっかり全て獲得していって、本当のね、FF102、その裏話とか、そういったところもね、楽しんでいけたらいいなというふうに思っています。あとは、スフィアブレイク。これは普通にやってたら、到達するでしょう。そうだね。大赤屋。これもね、借金返済の方のストーリー気になりますね。賄賂も使ってたら大丈夫。で、このあたりして、ガンナーはね、ミニゲームですね。ミニゲーム系も今回は、やり込んでいきましょう。フルチェイン99、チェイン、うわぁ、99,999。マジか、やっと9,999。出たっけ？出た？我々。そんなレベルなのに、2周目やべえなぁ。そうだね、チョコボもやんないといけない。奴隷スフィアすべて、魔導ダンス？あー、モンスターマスター、魔物辞典完成、全モンスターオーバーソウル。これ何気に辛いな。創始者トレマー、トレマーはあれですね、最後にやっていたダンジョンの、最下層、最上層にいる、最強モンスターですかね。そしてコンプリート率 100%。 宿の木の塔、知らないダンジョンがある。やべえ、一周目だと、まだまだ分かっていない FF102 が、めちゃくちゃたくさんある。そうだね。ここにコンプリート率 100% があるから、まず、コンプリート 100%、そして、プラチナトロフィーという順番ですかね。というか、マジ、FF10 のこの音楽、神なんだよな。ではね、早速やっていきましょう。さあ、オープニングはね、すまん、著作権関係でカットさせていただく。軽い相手だ。さあ、戦う連打で全く問題がない。まだまだ踊り足りないな。待てー。そして逃げるルブラン様を追いかけていく。そしてここ、超重要ポイントがあるんですよね。一回エリアを切り替えた2マップ目、2マップ目を左に曲がる。でリュックが女戦闘員、パインちゃんが男戦闘員、それぞれ一発で倒せていく。これだ、これ薄く待っている。このモーグリに接触することがまずコンプリート率達成の条件。さあ、そして本物ユーナさん登場ですね。デビルメイクライ。マジ別ゲーなんだよな。ユーリッパ。いや、もうこのノリにも慣れたわ。さあ、やっていきましょう。偽物どこ。もうここはチェインを合わせながらひたすら戦う。やられたー。よーし、おじゃインジマウみたいな声出すんじゃないよ。そしてくるんだな。いやー、マジでさ、返して。リザルトプレート返しなさいよ。しつ
こい上にケチンボだね。返しなさい。はいはい、返すよ。あ、リザルトプレート、これ2周目だからさ、今今何十枚という リザルトプレートが今バッサー来たよね。そしてルフラン様、かわいいんだよね。 L1 でリザルトプレートを呼び出してドレスアップだということで、ユーナさんが歌姫になっておこうか。で、あとはひたすら暗闇ダンスを踊っていなさいという指令なので、暗闇ダンスを踊っていく。で、あー、盗んでもよかったんですけどもね、ここで盗めるようなものはアイアンバングル、銀縁メガネ、銀の腕輪ということで、まあ、あってもなくてもいいようなもんなんで、もうひたすらここは戦う暗闇レーンだ。オッケー。いやー、こんなとこでさ苦戦するようなやついないよな、マジで。リュック、よーし、コンプリート。いやー、ルブラン様はね、最初なんだこのババアと思いましたが、最終的に一番好きなキャラになった。怖かった。何が起こっているのかわからなくて、でも踊っているうちにいつの間にか。ユーナン楽しそうだったよね。うん、誰かの楽しい気持ちが流れ込んできたみたいな。リザルトプレート使うとそういうことあるし、スフィアに映ってる人の気持ち入ってきちゃうみたいだし。なんか危なくない？危険ドラッグお前が作ったんだろうが。僕まだ子供だし。さあね、2周目強くてコンティニューということで、いろいろなものがつなが、引き継がれている。何が引き継がれているかは確認しないといけない。そしてね、兄貴のね、このテンションが、これは最後までなれんかったリザルトプレート。いや、この量よ、この量をさ、ルブラン様バッサーやったよね。拾うだけでもうあたふたよ、これは。もちろんドレスフィアも揃っている。ただね、2周目は1周目で使わなかった系のドレスフィアを使っていこうかなというふうに思ってるんですよね。だからダークナイトとか序盤から使ったらめちゃめちゃ強いかもしれないんですけども、まあ、なるべく新しい職業をね、試していこうかなというふうに思っております。いやー、アイテムもあるし、装備はもうあるんだよね。やば、装備は全員 AP2 倍、成長の約束リザプレからグローエッグ AP3 倍、重ね掛けしていきましょう。とにかく成長速度重視で、一応大麻の腕輪はつけながら、職業はユーナ歌姫、そしてパインちゃんがガンナー、リュックがシーフ。一応アイテムシューターを残しておいて、ピンチになったらリュックがアイテムシューターになれば回復は完璧で、真ん中は、見破るための魔獣士。戦闘開始に、リザプレ1周することで経験値2倍、そして AP6 倍になりますね。まあね、今 AP6 倍なんで、適度に大麻の腕輪は外しながら雑魚戦もしていくことにしましょう。そして引く手、ここでは会話するのが重要。まずリュックに話しかけていく。もちろん。きっかけは君に似た人が映っているスフィアを見たから。君かもしれないし、今リュック、何こいつってなってるよね。他にもそんなスフィアがあるかもって、リュックたちのカモメ団に入って、急にさ、目の前でさ、もじもじしながら妄想されたら、ちょっとこれはドン引きなんではないか。こんな感じ。引くわ。今は毎日元気にあちこち飛び回って楽しいです。ちょっと気にしてたんだよね、無理やり連れ出したみたいでさ。うん、そんなことないよ。心の声が読めている。そして次はパインちゃん。この子はパイン、スフィアハンターの先輩っていうか仲間だね。パインちゃんはね、めちゃめちゃ過去あるんよね。おしゃべりする方じゃないから、
私より少し先にカモメ団に入っていたらしいけど、リュックもよく知らないんだって。どうしたんだ。一周目で赤木スピアほとんど見たけど、本当の核となる部分、あの、封印されし扉みたいなところを行っていないので、あそこに行ったらさらなる赤木隊の秘密がわかるかもしれない。で、3人目は兄貴。俺の言葉上手くなったか。うん、だいぶね、上手くなった気はする。本当に上手くなったんだよ。あのね、私ともっと話したいから練習したんだって。お、アルベド5辞典をもらえる。お、もらえる。え、アルベド5辞典ってさ、引き継いでないんだっけ。行くに決まってる。祭りだ祭りだ。お、お祭り師3つ目。全く意味はないがどんどん増えていくドレスフィア。お、そうだよね、アルベド5辞典は引き継いでいる。なのにいっぱいもらえた。これも今2冊目がもらえたということですかね。そして最後にシンラ君と、一応ね、シンラ君チュートリアルを聞くとリザルトプレート攻めの法人がもらえる。え？アクティブゲージマックスの時に三角を押すと順番入れ替えることができたの知らんかった。行動順変えられたんか一周目全クリした人とは思えない発言。知らんかった。え、マジ言ってんの。俺受けるべきかもしれんこれ。そしてコンプリート率関わってくるのがお宝コレクション。ここで、旅のきっかけを見る。なんで俺が逮捕されるんだ。納得いかないっての。なあ、聞こえてるんだろ。あいつがあんたの彼女だったらどう思う。敵の機械兵器使ってどこが悪いんだよ。召喚師を守るにはアースしかなかったんだ。自分ならどうするか考えろよ。出してくれよ。あいつに合わせてくれ。そうなんだよね、このスフィアがきっかけでユーナの旅が始まるんですけども、いやー、いろいろ知ってる状態でこれを見ると、最初はね、一周目はなんだこれだったけど、なんかまた見えてくるものが違ってきますよね。で、おそらく一周目これやり逃している。コンプリート率上昇、居住区に行ってハイペロ族のマスターに話しかける、そして一休みを選ぶ。この二つ、これね、気づかないよね。普通にやってると逃しやすいと思う。ユーナさん、いらっしゃい。ユーナさん、いらっしゃい。ハイペロ族のマスターさん。ハイペロいいよな。勝手にそう呼んでるんだ。兄貴さんに拾われて、飛空艇で働いてるんだって。そして、一休みを選ぶ。おやすみね。シーモアの声優、なんでしたっけ。さあ、この二つによって、またコンプリート率が上がって、ていく。あ、サービスショット。スフィアマアビエチキュー。イベントが開始されていく。そして、この状態で一旦ね、クリーチャークリエイト、Sスポットでキラーハウンドを捕まえておくといいと書いてあるので、やっていきましょう。ビーカネル砂漠、Sスポット。さあ釣れるか。おお、一発できた、キラーハウンド。いやー、クリクリもね、やっていかなければいけない。クリクリエンドっていうのもあるんですけども、多分それは3周目になってしまう。で、クリクリちょっとわからんが、これは何がいいことがあるのだろうか。ガガゼットで発見された遺跡でお宝スフィア反応だ。やったー、ガガゼット系キュッペーや。おお、ほとんどわかる。さあ、競争ですね。やっていきましょう、ガガゼドさん。一応メニューとか開いてる間は時間が進まないので、おそらく失敗することはないとは思いますが、
山を覆っていた雲も流れ始めて、アイテムは全部取っていければ嬉しいな。ねえ、岩が浮いてるよ。これビビるよな、最初。あそこ取らなくちゃってこと？上まで運んでやるって。FF10 やってるとさ、こういうマップないもんね。うわー、高所恐怖症には無理だ。トイックン、これトイックンかな。ファイト一発、このファイト一発が、まあ、フラグなんですよね、ルブラン様の。なんか一周目でもやった気がするけど、なんかこの場面で一時停止とかしようかな。むしむし。ありがとう。ちょっと危なかったよね。ちょっと。シンクロしてしまった。このね、バツを押しながら行くとアクションで段差とかを登れるっていうのはなかなか面白いシステムではあったね。さあ、エレベーターを起動させて、まあ起動っていうか落ちてますね、これは。大丈夫かな、これ。怖っ。怖、普通に。止まった。さあ、降りていったら、ここを左に行くと、宝箱がまず1個目。エリクサー。そして、ここを戻って行き、右側の方に進むと正規ルートですね。あ、ここ上か？ここを登っていくのが正規ルートかな？ OK。 これ普通に迷うんだよな。今やってもわからなくなる。さあ、ここで登場する我らがアイドル、ルブランだよ、覚えておきな。ルブラン様。 あの泥棒。なんてこと言うんだい、これだから素人は。構うと面倒だから適当に。そこの、聞こえたよ。だから素人は嫌なんだよ。本物のスフィアハンターってもんを全然理解できていない。私たちをつけてきたくせに偉そうに。つけてなんかない、偶然だよ、偶然。こういうところが可愛いんだよな。言う通り、こいつらをつけて正解でした、ね。つけてるし。笑うんじゃない。さあ、やっていきましょう。我々2周目だから成長リザプレを持っているので、まずリザプレ1周していきましょう。気をつけな。はい、絶対離さないよ。アイドルだな、これは。だから頂戴します。引退してしまった。私のことは嫌いになってもユリパのことは嫌いになる。カモメ団のことはなんとかってやつじゃないの、これ。完全にマイクを置いていた。こういう武器なら任せなさい。ビシバシぶっ放すよ。さあ、一周回ったので、これはもうやっていくしかねえ。ガンプレイ、パワーショとかもうほとんど意味ないかな。65結構出るね。戦っていく。危なくなったら、ポーションとかもふんだんにあるので、問題はないとは思うが、ウェイトモードだしね、気合一発入れていく。入れられて。ガンプレイ、もうなくなっている。サノをやっていく。よっしゃ。問題ねえな。あれ、一周目で苦戦していた実況者がいるわけないよな、そんなんな。ふん、手加減してやってるのに調子に乗るんじゃないよ。
めてやる。さあ、先に行ったルブラン一味、追いかけていかなければいけない。めっちゃこいつらもむせってるやん。ミッションスタート。競争していく。さあ、タイムが進んでいくが、困ったらメニュー、ここ表示しておけばタイム進むことないですね。宝箱、なるべくなら全回収狙っていこうか。まず1個目がここ、メガフェニーで、さらにこの棒を登って行き、待て待て待て、オッケーオッケーオッケー、ここここ。一周目これ分かんなくてめちゃめちゃ苦戦した気がするんだよな。そろそろ疲れたろ。ちょっとね、今ゆっくりしていけよ。佐野のセリフを送ってしまった可能性があったので、丸ボタン押した気もしたのでやり直しました。会話をねスキップすると、コンプリート率が上がらないことがあると書いてあったので、そこはしっかりと意識していきたい。もうここも基本的にはもう通常攻撃してれば問題ないですね。 OK、 メンタルショットまで覚えた。一応6倍だからいろいろ覚えてはいる。盗む、シーフ系が今ちょっと攻撃技がないから、戦闘中に AP を稼げる行動をしていないっていうのがちょっと残念。そしてマップ切り替えて、この左右にボタンがあるので、この左右ボタンを一回押していく。で、足場が下がったので、これでこの先の右側に行けるようになっているはず。で、ここ右に進んでいく。ちょっと本来とは違う方向に進んで、宝箱を回収していく。さあ、炎の指輪。そして本来の方に進んでいく。で、外外周に出たら、もう一回ここでイベントバトルがあるので、一応回復くらいしておいてあげようか。もう我々城守ってるっていうね。さあ、イベントバトル、残り3分30秒、余裕ですね。お前ら、歓迎してやりな。ひたすら攻撃と、オッケー。で、さらにここは上に登っていく。あれか、星のペンダントを取れる道が一個ある。ここから行くのが正規ルートだよね。あれあれあれ、星のペンダントはどっから取ればいいんだ。ここを登って、で、こっちか。ん？こっちは、これ星のペンダント。正解か。あれ、戻れなくなってないか、これは。ちょっと待って待って待って。戻れんくなったな。ちょっと先に進むわ。ややこしいんだよね、ここ。そしてルブラン様の腕力がやべえ。ジロジロ見るんじゃないよ。さあ、そしてここまでで時間制限はもう OK。 星のペンダントこれですね。ちょっと地図載せておくわ。ここややこしいんだよね。一応まあ後で戻ってくることもできますので、特に取る必要はないですが、ここでね取りたいという場合はこの道順を辿っていくらしい。さあ、ここでボス戦ですね。なんだっけ、ボリスパイダー、一応カニとかですかね。じゃあ美味しくいただいておきましょうか。ちなみに、炎が有効らしいが、一応炎の技使えたことは使えたんだが、そこまで準備してきてはいなかった。さあ、一周目とは違って歌姫をね活躍させていこうかなというふうに思っておりますね。で、盗むで万能薬、体動かそう、パワーショーでいいかな。で、あとはひたすら戦っていきましょう。楽勝、楽勝。びっくりするくらい楽勝でしたね。私にはわかるよ、そのスフィアはスカだね。あんたたちにお似合いさ。負け惜しみ。若さの勝利。あ、それは言っちゃいかん。いただきます。
ということで、ここでミッションコンプリート。さあ、この後も重要な選択肢が待っている。お、星のペンダント、さっきの宝箱を回収しなくても、まあこういうところでもゲットできるアイテムですね。あ、兄貴が五輪銃されておる。ユナが危ないってんでいきなり飛び降りやがってな。このざまだし。兄貴ってさ、ギャグ漫画気質があるから絶対に死なないよね。無敵かもしれん。で、ここで重要な行動が、兄貴の上に乗る。ちょ、これもユナ、ユナそこはまずい。その上に位置がやばい。で、放置しない、優しくする。これでコンプリート率アップ。ありがとう、兄貴さん。あ、ケアルガだわ、フルケアだわ。どうってことない。危ない危ない、よし、よくやった。そしてシンラ君に話しかけて、ザナルカンド、ザナルカンドの繁栄というスフィアですね。まさか本当に整理券が手に入るとはな。あの人と握手できるなんて嬉しいな。貴重なスフィア？残念なスフィア。つか。でも、ドレスフィアにはなるし。さあ、黒魔導士をゲット。お！情報だ！カモメ団構成員は配置につけ！おい、いつまでやってんだ？みんな、兄貴に厳しい。ねえ、どこ行く？というわけで、ここからは自由行動が開始ということになります。いや、いいよね、アクティブリンク、アクティブリンク。もちろんね、アクティブリンク行くことも重要なんですけども、こういったね、アクティブリンクがついてないところに行くのもコンプリート率上昇のためには重要というわけで、次回からね、そういうところを逃さずやっていこうかなというふうに思います。我々が今回かなり余裕なのは、おそらくパインちゃんがね、チャンピオンベルトをつけてるからですよね。この今の低レベル状態で40攻撃力上がっているっていうのはほぼチート。ほぼチートですね、これは。というわけでね、2周目はサクサクと進めていこうかなというふうに思っております。2020年4月24日聖剣3リメイク発売されるんですよね。一応今それをトイ君と一緒に2人実況しようかなというふうに考えておりますので、それまでに FF102、100% プラチナトロフィー取らなければいけない。あと3ヶ月ですね。急いでいきましょう。というわけで、この動画いいなと思ってくださった方はコメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。では。